JR 東日本船橋駅で勤めております渡辺と申します。今回初出店ということで、やっぱり初めてだったので、思った全部手作りでほとんどやったので、その準備に手間取ったんですけれども、実際に今日たくさんの、予想以上に多くのお客様が嬉しそうな顔で来ていただいたので、とても今やりがいを感じております。今船橋で出しているブースでは、まずお子様が駅長の制服体験をしていて、その制服を着て写真撮っていただけると缶バッジがクリアファイルを今差し上げてます。あと大人の方向けにも簡単なアンケートにお答えいただいたり、 SNS に投稿していただければ缶バッジとクリアファイル差し上げているので、複数やっていただくと何個もプレゼントをお渡ししているという状況です。はい、もうお子様は非常に写真撮影をしてくださって、でそれでもうお父さんお母さんは結構アンケートに答えてくれるので、かなりお客様来てくださってます。あら、バカメ踊りでした。持った状態で、そう、光ってません、大丈夫です。